暑い。今日も暑いぜ。よし、テザン放送のおじさんです。よいしょ。今日も働いてますよ。まあ普通ですけどただ今日ね、日曜日なんですよ。日曜日働いてる。ただただ別に普通の日休んでるからね、一緒なんだけどね。なにーチャララチャチャチャーン、よりゃ狭いねー。はい、よいしょ。涼しくなってきたかな、ね、なんか朝晩はちょっと冷えるぐらいな感じになってきましたかね。皆さんのところはいかがですか。九州、まあ北部九州は若干朝晩は過ごしやすい感じの気配が漂い始めましたみたいなそんな感じです。まあ9月も半ばですからね。半ばっていうかもう終わりか。22位だからね。はい、終わりの方に入りました。暑さも一段落ということで、まあ倉庫とかね、そういうところで働いてる人、あとなんかこうアイドリングストップみたいなね、厳しい倉庫に取りに行く方もまあ楽になり始める時期かな。どうでしょうね。倉庫とかはね、もうあの空気がよどんでるから暑いよね。あ、ヤマトでなんか、またヤマトの話。ヤマトさんはネタにことかかんから、もう YouTuber にとってはもうありがたいけど、ヤマトと佐川と性能とみたいな話しましょうか。ヤマトの悪口ばっかり言うとね、またね怒られちゃうけど、ヤマトさんはね、運転手、要は後輩の運転手さんはすごい、あのもうね、仕事ができる人たくさんいるんですけど、それが今はもう続々辞めてってるらしいですね。やっぱりあの3万人近くね、派遣切り、派遣じゃないや、あのなんだ、個人事業主切ったじゃないですか、2024年の1月に、1月にその、まあ、個人事業主、要はあのなんか猫ポスとか DM 便、とかね、そういうなんかまあちっちゃな荷物運ぶ人たちを、まあ、バッサリ切り捨てごめんにしていなくなったら、朝の仕分けする人がいなくなった要はその黒猫 DM 便とかちっちゃい荷物運んでる人ってまあ安いんですよ、単価が。だからそれじゃ暮らしていけないっていうので、朝あのヤマトのあの倉庫で仕分けをしてアルバイトをして、でその上に個人事業主として配達の仕事をやれば、まあ一日それなりになるだろうっていうので、そういうので暮らしてた人がたくさんいたと。ただね、ヤマトの上の方の人ってそれ知らないんでしょうね、きっとね。個人事業主はただの個人事業主に支払ってるお金だと思ってたんでしょうね、きっとね。それが浮くと、そしたら朝の仕分けのバイトまでやめてっちゃった。もうこんなとこで働けねえよと、こんな不当な扱いされるとこじゃ働けないっすよと、もしくはね、その仕分けのバイトだけじゃとてもじゃないけど追いつかないからっていうので、まあとにかくね、あの辞めてっちゃった。そしたらヤマトの社員がその朝の仕分けしなきゃいけなくなったんで、こんな無理だよみたいなね。山下さんの上の方は知らない。で、あの報告あげないんでしょうね。やっぱ上の方のなんか気に入る報告しかあげないんだと思う、体質的に。現場知らないから。だからここら辺がね、佐川と違う、佐川さんと違うところで、佐川さんってやっぱり現場研修みたいなのあるんですね。で、なんか別会社になるんだけど、これ、あ、言っていいのかな。なんか、佐川さんって、まあ、あの、まあ、幹部じゃないけど、その事務職で入っても、あの、なんかね、子会社か、なんか協力会社か、まあ、佐川急便は佐川急便なんですけど、なんかね、別会社の方に、一旦1年とか2年とかやらされるんですって。それで現場のことを分かって、それで、まあ、あんなんちゃかんちゃいろいろあって、このセンター長とかね。まあ、そういう所長みたいな感じになるらしいですね。僕の知り合いがその佐川さんに勤めてて、
今なんか出向って言ってたかな。でなんか友達さんがだけど違うとこ行かされてんだよねみたいな話してました。まあ全部が全部じゃないのかもしれませんけど。で性能さんに関してはね、まあ手掴みの荷物もあるけど、八丸さんなんかがなんかねこの、うん、かあのバラ積みバラ下ろしみたいな話してたけど違うよ。性能さんはバラ積みじゃないからね。まあやったことないけど、うん、まあね、あの後輩はみんなバラ積みバラ下ろしを言っちゃえば後輩、要はエンドユーザーに届ける B2C の C の部分はもうあのみんな佐川もヤマトも性能もあのトナミもミヤゴもみんなあの、まあ、バラ積みバラ下ろし、これは当たり前。でも性能なんかはねフォーク積みフォーク下ろしもあるしね。うん、性能もねちょっとあの割のいいところもあるんですけど、これはまあ言わないでおきましょう。うん、性能の人に聞くとあの性能でもこれはあのいいんですよみたいなまあいい、これでなんとなく分かるか。あのまた別体系らしいですね。うん、でまあ僕ら言ってるのは大型の話なので、要はあの B2B の部分ね、倉庫から倉庫みたいなあのそういうの、佐川急便はバラ積みバラ下ろしです。はい、これまあロールであの流れてきてとか、まあ、自分 の, あの行き先の荷物をあの自分で手積みですよ。大型の運転手、はい、うん、バラ積みバラ下ろし、まあ、バラ下ろしっつっても、まあ、ローラー引っ張ってきてそれに乗せる、まあ、それもバラ下ろしになると思うけどね。うん、そしてヤマトは一応なんかボックスとかの看護とかそういうので手積みはない。ただヤマトの本体があのやってないので、うん、まあ容赦でしょうね。で性能の場合は看護です。看護台車に積ん で, であれもね営業所によってね全然違ってて、あの要はねたくさん積めばたくさん積んだ分具合が入るんですよ性能さんって。なのでじゃあどうすればいいかっていうと、要はね都心に近い、まあ、埼玉でも千葉でもいいんですけど物量の多い倉庫であのじゃんじゃんやる、うん、そしてもうあの積めるだけ積むみたいな、あのそういうのやると結構給料もらえますけど、最近僕の友達が性能やめましてね、15年20年近くもっとやったのかな、んだっけ20年前後やってたあの友達がねやめましたってなんか性能もねやっぱちょっとあの本社の車と支店の車のはちょっとねやっぱ違うんですって。で車の最高速度も若干だけど違うっていう本社の方が遅い。だから性能さんはね稼ごうと思えば稼げますよ。あと佐川急便も、うん、ヤマトはどうかな、容赦になっちゃうからねどっちにしろね。でも佐川さんの容赦でほらあのねあーあーとかね要はあの後ろにね運転手募集の看板貼っつけたあれ佐川さんの下請けですけど、給料はね結構たくさんもらえるから。でヤマト運輸ねほらなんかあの顧客その法人の顧客相手に大幅値下げしましたとか、要はね8億円ぐらい増えたのかな、売上げなのか純利か分かんないですけど、いやあんま変わんないと思うけどね。ヤマト佐川性能だったらあの手積み手下ろし嫌じゃないんだったら佐川がいいと思いますよ。でなんかほらなんだっけストライキやった人いたじゃないですか、あのヤマトで一人ストライキ、あの倉庫の待遇改善を訴えてね、もうひどいよね。だって佐川なんて空調服とかあのネッククーラーとかなんか普通に支給品ですよ、支給されてんのにヤマトなんかそんなん何にもないの。なんかスポットクーラー1台ありますとか大型の扇風機が1台ありますみたいな、トタン張りの倉庫でそんなもん1個あったって全然何も変わりゃせんよっていう話で、そんなんでもヤマトとしてはほらいやうちはもう手厚くやってますからみたいな、そういうこと抜かすんですよ。佐川を見ろよと。ただ性能がどうかっていうと、うん、ちょっとだからシステムが違うからね、何しろね。なのでそんなだ仕分けが大変とかそういうのはあんまない。まあ一応もう行き先別に並んでるからね、すでにね。
で、まあ、もちろんね、手作りもあるんですよ。あの、余った分上に乗せるとか、まあ、いろいろこう、ね、作業、性能さんでも作業はあるけど、うん、そこまででもない。ただね、待ち時間がな、性能さんの場合は結構出ちゃうから、じゃあ、あっち行ってこっち行ってみたいなのもあるしね。で、まあ、一長一短あるけど、まあ普通になんかあの佐賀はなんかね、ヤマト大手みたいな、いまだに僕のところでもたくさん給料欲しいんだったらヤマトに行けばいいんじゃないみたいな人結構いるんですけど、くれないよそんな、くれないくれない。まあくれないって言ってもね、そこら辺のちんけな運送会社に比べりゃ出るんでしょうけど、なんかあるとすぐクビになっちゃうしね。よいしょ、着いちゃった。じゃあ一旦荷物下ろしてきます。相変わらず窓が汚いな。まあいいんだけどね、もうこれに関しては別に、あの別に怒ってないというか、もうしょうがないよなって思う、うん、やっぱメインのね人がね夜、まあ多分高速移動がねあるんでしょう、多分山ん中通るんだろうな。いやしかし窓が汚いよ、もう笑っちゃう。これはちょっとういい天気、今日は秋晴れと言ってもいいのかな、うん、気持ちいい天気だね。窓開けて走りたくなるような、うん、爽やか、ほんと爽やかですね。爽やか3組より爽やかですね、はい。何度も言うけど爽やか3組より爽やかです、はい。いや、この山々がすごいよね。近いところにあるよね。今ね、ここね、ここどこだろう、浮橋とかなのかな、九州の、久留米の隣、まあ、会社は久留米なんですけど、仕事でね、こっちの方、日田とかの手前になるのかな、浮橋ね。山が、みたいな。いやー気持ちいいね、本当に。やべ、植物にミラーぶつかってた。いやーいいね、こういうところでトラックの仕事がしたかったんですよ僕は。もうね、街中こちゃこちゃ回るなんて、まあ気持ちよくないね、あんなのね。まあ好きな人はいいけどね。あの大和とか佐賀みたいにもうあっちこっち走り回って配って汗かいてやるのが好きみたいなね、そういう人もいるから、なんか働いてる実感みたいなのね、そういうのあると思うし、そういう人は別にいいと思うけど、僕はね、なんかこう大型でドーンと、そういうのがいいかな。フォークリフトも好きだしね、乗るの、何しろ乗り物が好きだから、だからあなたが好きだからみたいなね、ちゃんとこうみたいな。じゃねえよ。まあ佐川とか大和の話前回しましたっけ、今回で1本分ぐらいになるかな。まあなんかこう継ぎはぎして運転中に喋ってるのをねまとめて1本にするっていう、トラッカー雑談ではありますけど、ちょっとしてるかな。そうだね、性能の話もしましたっけ。だから佐川大和佐川性能みたいな、どれがいいかみたいな、そういう話でもしましょうか。僕が行くんだったら、仮に僕がやるんだったら、夜間の佐川急便のあのホーム間移動かな。まあ手積み手下ろしだけど、まあ給料はそこそこもらえるし、で佐賀急便の下請けとかでもいいかも。でも佐賀の下請けだとね、あの西野も大和もやってますみたいな、そういうところもあるし、
あとはね、アマゾンの配達、あの倉庫間の配達は割がいいですよ。これは、まあ、ね、ある会社、その、地元にある大きな会社が受けてるんですけど、まあ、何年か更新で変わるかもしれないですけど、アマゾンはね、まあ、基本的にはカゴなので、で、今、夜間のホーム間移動するんだったら、アマゾンの、あの、移動がいいと思いますね。それなりにやっぱ、それは単価もいいし、仕事も楽だし、まあ、楽っていうと、やってる人から楽じゃないっすよって言われるけど、でもほらやっぱり佐川とかあとは西野なんかはね時間厳しかったり、あの忙しいお店じゃないとやっぱ給料そんなにもらえなかったり、西野もねちょっと独特なところありますからね。で体育会系だしね、あそこも結構ね。でねこれ言うと怒られるかもしれないけど、西野のセンターってなんかね意地悪な人多いわかんない。あの、僕の言った感じ、体感なんで、これ全然当てにならないんですけど、僕、佐川も、大和も、性能も、まあ、あと、ほら、都並とか、福山とかも、まあまあ、結構ね、あちこち行きました。で、軽貨物でも行ったし、あちこち行ったんですけど、あの、大和、佐川、性能で言うと、性能のセンターが一番不親切だね。なんか、いや、俺知らねえ、とか、なんか、さあ、みたいな。あのね、このお客様窓口に行って事務所の対応は親切ですよ。すごい。もう大和も佐川も西野もみんな親切なんですけど、現場の人が、いや、さあ、みたいな。なんで俺に言うのみたいな。なんか。親切な人ももちろんいるけど、一番親切なのは佐川急便。これ間違いない。あの、現場の人に聞いてもすごいね、こっちなんか別にね、あの変な格好して生きてるただの個人のドライバーが来ても、え、どうしたんですかみたいな、あ、じゃあ私呼んでくるんでちょっと待っててくださいとか、あそこに行って聞けば大丈夫ですよとかね、あのすごい親切。佐川急便ってやっぱ体育会、いい意味で体育会系で、あのなんか知らない運転手が取りに来てもなんかね親切ですね。なんかどこの営業所に行ってもそう。だから多分社内教育でそういうことされてるんだろうなと思います。で、大和はね、割かしなんか閉鎖的な感じ、あの不親切じゃないですけど、全然なんか事務的な感じですね。それがダメとは言わないですけど、まあね、やっぱ営業所に左右されるのでちょっとね、なんとも言えない。この営業所の所長さんのやり方もあるしね、なんとも言えないですけど、佐川急便はいいと思いますよ。昔僕らがね、あの若い頃はあの佐川に、ね、5年いれば家建つよみたいな話もあったけど、あの超ブラック労働で日付が変わる前には帰れないよ、そんなやだみたいな感じのノリだったけど、今は全然そんなこともないし、ギリギリホワイトのラインは守ってるんだろうし、なんかね風通しがいいし気持ちいいっすね、佐川急便は。大和がダメってわけじゃないですけど、大和さんってそもそも社員を大事にする会社じゃないからね。お客様ファーストだから、とにかく大和ってのはお客さん第一主義だからね。会社のやり方としてそれが今はねちょっとまずい方向に出ちゃってるんだろうな。ただね、最新のシステム入れたりとか、あの新しい車入れたりとか、そういうのは積極的に導入してますし、端末とかも新しいし、だからね、そういうのいいところもあるんですよ。いいところもあるけど、働くんだったらまあ佐川、西野、大和の順になるかな、ランキングつけるんだったら。まあ大和もね、バイトでね、あのロールボックスの配達みたいなの、ああいうんだったらまあギリギリ12時間拘束で、ただね、大和のセンターって狭いとこ多いんですよ。あの大型でもね、ここ大型で行くのみたいなところあるし、大和はほんと狭いところになんでこんなところに作ったみたいな、そういうのがあるから、だからやっぱそういう意味でもあんまりよく、あの行きたくないなって感じもあるし、佐川急便はね、割とね、あの広めになんか余裕を持って作ってる感じもある。まあ狭いところもあるけど、ヤマトの場合はなんか入りづらいところとかね表のあの国道から頭振ってバックしなきゃいけないみたいなところもあるし、
だ性能と佐川はね、そんなことないね。わりかしこう、ゆったりとした、ちゃんとした作りになってるし、あとね、性能の場合ね、どこに荷物置けばわかんない、置けばいいかわかんないとか、そういうのはある。だからなんか、生き慣れてないとわかんない。だからシステムが古いんですよ、性能とかって。うん。昔ながらのね、運転手の、なんかトラック屋のシステムだから、まだ。うん。なんか、仕切ってる班長みたいなのがいて、そいつに聞かないとわかんないけど、そいつがどっかに行っていないみたいなのね。まあ、慣れると性能もいいんだろうけどね、稼げるしね。慣れるまではね、ちょっとね、大変だと思う。まあ、どの会社も一緒だと思うけど。よいしょ。あっちだいぶ涼しくなってきたとはいえ、ちょっと動くとまだあっちね。やっぱ太りすぎだな。やべ、事実、揺るぎない事実言っちゃった、うん、いやさっきね、動画これでまだ撮ってたんですけど、ちょっと間違えてプライベート用の携帯で撮ってしまいましてね、やべ携帯違うみたいな。だからね、そろそろカメラでも買おうかね、 YouTube 専用の。もう5年以上やっててずっと iPhone だからね。もう設備投資しないにも程があるでしょ。あ、さっきね、でもね、言ってたあのヤマト佐川性能の話は、あの大型のね、拠点間移動のお話ですからね。はい、これまたね、あの後輩のばらまきとはまた全然話変わってきちゃうので、ばらまきの方はね、正直ね、僕もよくわからないっすね。まあ、普通の人よりは知ってるけど、そこまで詳しくない、ですね。まあ、もちろんね、僕、路線業者でばらまきもやったことあるんですけど、だから経験がないとは言わないんですが、まあ、随分昔のことですからね。で、まあ、ヤマトに入って、そこで仕事もらってとか、まあ、経過物の時はね、ヤマトの性能も佐川も、各社入って仕事をね、させてもらったことあるんで、まあ、知ってるっちゃ知ってますけど、後輩のばらまきはどこも一緒じゃないですか。ただね、ヤマトさんな、まあね、今はやめた方がいいですよっていう、やっぱ今いろんな問題がドーンと出てきて、でもうあのベテランのいい運転手さんがみんな辞めてっちゃってる、それがまあ事実じゃないですか、現状なので、そんな時にわざわざ行くこともないかなと。でヤマトの社員さんがね、これまあ動画の冒頭でも言ってた話、あの一人ストライキね、こういうことが起こる時点でね、会社としてはね、もうあのガラッと変えないとね、体質ね、体制を、すごいですよね。ただあのヤマトの倉庫すごい、倉庫もすごいけど、まあ、あの 鉄板っていうか、まあ、トタン張りの倉庫で温度が上がって真夏にね、でスポットクーラーが2台と扇風機が1台でしたっけ、あとウォーターサーバー1台みたいな、どこにも足りない広い倉庫 で、まあ、エンジンかけっぱなしのトラックが何台も止まってて温度上がるとか言って、それすごいですよね、あの倉庫の温度計温度計がもう40度のマックスを振り切ってるって、マックス40度振り切ってるのに、それを言ったらその温度計外してどっか持ってっちゃったんだね。んで、ね、結局あの会見でヤマト運輸が言ったのは、温度計は故障していたから振り切っただけで、本当は36度ぐらいしかなかったですってね。嘘こきやがれって話ですよね。だって外気温が36度以上あるのに、ね、倉庫の中、そんなトタン張りの、ね、倉庫の中、エンジンかけたトラックが止まってるような倉庫の中で36度なわけないじゃん、そんなの。もうね、言い訳になってないよね。でもなんかそれご了承してたんだけどね、すごいよね。そんなの真面目に言っちゃうような会社だから、今は入るのはちょっとやめといた方がいいんじゃないかなっていう結論ですよね。だって社員のことなんか何とも思ってないってことですから、
あのそんな嘘ついてるってぐらいだから、まあ、そこからね、ほら一応労働組合、あの個人で入れる労働組合に入って、それでまあ一応交渉したら、まあいろいろ対策は立てるみたいなことになりましたけど、そもそもね、言われてから対策立てるようじゃ遅いっすよね。だからまあやっぱりさ、外給便の例出すのも変ですけど、やっぱね、最初からあの空調服なんか支給だし、ネッククーラーももらってるしみたいな、ヤマトで空調服着てる人いますって言ったら、いや、それはみんな自腹で買ってるんですよ、暑いからってね。ちょっと待遇の差が激しいっすよね。やっぱなんだかんだ言って佐川急便はね、やっぱ人のこと大事にしてくれますよ。いや、温情采配もあるしね、あの個人事業主に対してもね。まあ厳しいところは厳しいですよ、もちろん。だから性能運輸に関してはまたちょっとね、話が変わってきちゃうね。重量物とかもあるしね、あそこは。だからまあ昔ながらの運送会社って感じでしょうね。システムも古いし、やり方も古いし、人間も古いし、だからそういうのがなんか落ち着くなっていうか、最新のなんか端末とか、ね、めんどくせえな、わかんねえみたいな人は性能でもいいかもしれないですけどね。でもね、忙しいところと暇なところと給料が全然違ってきちゃうから、だから歩合なんですよね、あれもね。でまあ、さっきも言った通り、なんか若干そのセンターで働いてる人が意地悪で意地悪率高めみたいな、なんでしょうね、あの、うん、ここの台車は俺んだみたいな、昔ながらの、ここには置くなとか、なんかそういうの結構ね、あるんですよね。昔の運送屋ってね、結構どこもあったんですよ、そういう、あの福山も砺波も、あの宮古も西武運輸、みんなそういうのあったんですけど、最近少なくなってきたんですよ、やり方が新しく変わってきてるから。ただ性能はまだその感じ残してますよね。だからまあわりかし大らかな会社だから、そこまでね、ヤマトみたいに細かなところ、いちいちああじゃねこうじゃねとは言わないところもいいところですけど、だからあとはもうあの人のタイプによりますね。ただ、ヤマトは今のところちょっと外しといた方がいいんじゃないかなっていうことですね、僕の意見としては。何度も言うけど、個配じゃなくて、その大型とかね、そういうまあ4トンでもいいですけど、あのセンター便、運行便っていうんですか、走行間移動みたいな。そして佐川とかヤマトとかやるんだったら、今だったら別な、あのまあ大きめな中小でアマゾン便みたいなのが別にあるので、そっちの方が割はいいですよっていう話ちょっと踏み込んじゃったけど、今はね、今はですよ、現状は。まあ何を選ぶかはね、その人次第で、その会社によってはアマゾンもやってるけど性能もやってますみたいな、そういう会社もあるし、部署によってね、何やってるかわからないっていうところもあるけど。さて、会社にもう着きますよ。今日はね、ダブルの日なんですよなんでダブルって言って、あのバイトの掛け持ちの日ですねこの午前中のバイトが終わって、で午後のバイトに行くというね今日ダブルです、はい、自分ダブルですみたいなカッコつけてますけど、バイトの掛け持ちっていう。なので今何時、11時、時計が全然見えねえなぁ。液晶薄くて11時6分か。12時から久留米でバイトだから、まあ楽勝か。一旦コンビニ行って、タバコでも買うで。ということで皆さん、お疲れ様でした。これで多分トラッカー雑談も、1本分溜まったと思うので、今日の夕方編集して、明日出るかな。はい、ということでね、よろしゅうお願いします。こりゃバックの時は窓を開けますと、お人がバックしてるのに突っ込んでくるバカいるからね、ほんと。おりゃおりゃ、よいしょ。
ぱり。ありがとうございます。